VTR 旋回は、ホンダ技研工業が1997年より2007年まで生産、販売していた 996cc の V ツインエンジンを搭載したオートバイ。日本での名称はファイ e s t o r m 1997年から2003年まで日本でも販売が行われたが、それ以降は輸出専用車となり、2007年に生産が終了した。 ホンダ発の大型 V ツインエンジンを搭載したスポーツバイクであり、モーターサイクルの多様化する楽しみ方に対し、絶対的な速さや性能を追求する設計理念でなく、ツインエンジンらしい低回転域での鼓動感や、高回転域でのパンチの効いた加速感で、オートバイの楽しみを演出するというコンセプトの下に開発された。これらのコンセプトは1986年のドイツ。 ホンダヨーロッパ研究所にまで遡る。同書では VT1100 のエンジンを搭載したプロトタイプなどを用いてその可能性を検討していたが、ドゥカティやモトグッチなどのツインエンジンを搭載するオートバイが多数存在した欧州に比べ、当時の日本ではツインスポーツバイクは一般的ではなかったため、この計画は一度凍結されることとなった。その後、 このプロジェクトは1994年にアメリカで再考され、ブロスのエンジンとフレームを利用した試作車などが日本へ持ち込まれるなど、新たなジャンルのオートバイを作るという根強い熱意が、功を奏し、ドイツ、アメリカ、日本の三国によるコンペティション形式で開発はスタートした。まず開発段階で注力されたデザイン面であったが、絶対性能を実現するための無機質。 機械的なデザインではなく、どこか有機的で動物を連想させるようなイメージを採用し、これまでの大型スーパースポーツマシンでは定番であったフルカウリングではなく、あえてエンジンやフレームを露出させることによって、視覚的にその木にさせるような演出が施された。エンジンを見せるためにパイプフレーム、片手持ちスイングアーム、左右で高さの異なるサイレンサーなどを取り入れ、性能よりスタイリングや 所有感を重視したヨーロッパ。高い剛性を実現するための太いツインスパーフレームであくまで走行性能を主張するアメリカ。エンジンの鼓動感と軽快さを求めた日本と三者三様の設計思想は異なるがゆえに意欲的なマシンとして開発は進められた。初期段階でスタイリングやフレームの概要が決定され、そこに どのようなエンジンを搭載し、出力目標として掲げられた 1000cc で100馬力を達成するかという議論へと開発は移っていった。高回転でのパンチや吹け上がりの軽快さを実現するためには、バランサーによって一時振動を抑える方法では、小型軽量化が難しく、位相クランクで振動を打ち消す場合では、クランクピンが2本になり、 ウェブが3枚になるなど重量増が避けられなかった。そのため、理論上一時振動がなく、2本のコンロットをクランクピン1本で支持するバンク角90度の V 型に気筒エンジンが採用された。当初はラジエーターはエンジンの前方に収められ、スイングアームはピボットでフレームと接続されるものとして、 開発は進められていたが、これらの仕様を規定されたフレームに搭載することでは、時速 200km を超える速度で走行するオートバイとしては、致命的にフロント荷重が少ないことが判明した。設計図上でエンジンを限界まで前方に搭載して、それでも走行安定性を得られる基準となる数値とは 80mm 程度の乖離が存在していた。そのため、 フロント荷重を増やす目的でエンジンをさらに前方に搭載するためにラジエーターをエンジン前方に設置せずレーサー NR500 でも採用されていたラジエーターを分割してサイドに配置するサイドラジエーター方式を採用フレームより高い構成を持つエンジンのカウンターシャフト周辺とスイングアームを接続することにより後輪からヘッドパイプに伝わる 駆動力を減少させ、高速安定性を得る、ピボットレスフレームといった市販車に初めて投入される意欲的な技術が用いられた。スイングアームを延長し、ホイールベースの延長によって、直進安定性を確保するのではこれまでの V ツインマシンの固定観念を打ち破る、スポーツ性能を実現できずに、ツアラーになってしまう、という声を受けての判断であった。以上のような構成の結果。 全50バランスは47、53と9台点を達成し、振動を低く抑えたままコンパクトな車体構成を実現したが、通常の機種にあるエンジン後方の空間をガソリンタンクに使用することができないだけでなく、エンジン上部にはエアクリーナーボックスを配置せざるを得ないため、初期モデルはタンク容量が 16L と同クラスの車両と比較して少ない容量となった。また、 カウルの内気圧を利用して冷却を行うサイドラジエーターはネイキッド使用者の製作を難しくしてしまった。まニに L 型2気筒エンジンを搭載するドゥカティ製のバイクと比較対象されることがあるが、この2機種は全く異なるものであり共通点は排気量の類似性ほどしかない。両者とも大排気量のエンジンをいかにして効率よく搭載するかを実行して構成を導き出している。 特に基本となるエンジンを V ツインとするか L ツインとするかは全く違った個性となって現れドカティ側はコンパクト化を空冷低重心エンジン前行の低下をデスモドロミックエンジン前後調の調整を L ツインとすることで構成を可能としている L ツインは V ツインに対してコンパクトにできる反面セッティングの難しさと両シリンダーの非対称環境が スムーズさを多少損なわせている。1997年使用国内使用前期型、4ストローク90度 V 型2機等、996cc エンジンを、トラス風のセクションを持つアルミピボットレスフレームに搭載してデビュー。クランクケース後端にスイングアームを、マウント、ピボット部を持たない、車体構成や、ラジエーターを車体側面に配置した、サイドラジエーターなど、 様々な技術的トライもなされていた。9 8ト、mm、ルというエンジンのボアは当時のホンダ車最大で用いられたキャブも48という CV キャブとしては最大級のものだった。デザインは日本、アメリカ、ヨーロッパのホンダによるデザインコンペが行われ3度のコンペを経てまとめられたものである。1月から欧州、北米に輸出が始まっていたが4月からは ファイアーストームとして国内市販も開始された。パワーは輸出仕様が 110PS、9000RPM。日本仕様が 93PS、8500RPM。両社の際は、イグナイター、カムプロフィール、インシュレーター、マフラー光景、チェーンサイズ、ファイナルギアなどである。カラーバリエーション1998年、仕様カラーリング変更が行われた。 国内向けに輸出専用色に近いパールシャイニングイエローが登場した。イタリアンレッドは廃止され、シルバーも明るいフォースシルバーメタリックに変更された。同時にフレーム側面にバフ仕上げを施し、フロントホークのトップキャップをブルーのアルマイト仕上げとし、チェーンもゴールドチェーンを標準装備するなど、各部の質感が高められている。欧州仕様は 車体色に国内と同じシルバーが追加され、軽四色となっている。カラーバリエーション1999年、仕様使用応州仕様のカラーリングを変更。イタリアンレッドとフォースシルバーメタリックの代わりに、新たに、パールライブリーオレンジとミディブルーメタリックが登場。軽四色のラインアップとなる。国内仕様は継続販売で、変更はない。カラーバリエーション2000年使用欧州仕様に、 若干の変更。スクリーン前端部の暴言用のブラック仕上げの部分がグラデーションとなった。ほか、前後ホイールの塗色をシルバーに変更。カラーリングは、前年登場したオレンジとブルーがなくなり、新たにブルーとグリーンの中間のようなヘレスブルーメタリックが登場したほか、前年に廃止されたイタリアンレッドが復活。継続色はパールフラッシュイエローのみで、 全3色のカラーとなった。日本仕様は継続販売で変更はない。カラーバリエーション2001年仕様登場以来、初めてとなる大幅なマイナーチェンジが刊行された。燃料タンクを大型化し、2L アップの18リットルとしたほか、フロントフォークのダンパーのセッティング変更が施され、ハンドルは垂れ角で7度、クリップ位置計測で16ミリメートルアップした。 メーターデザインも一新し、デジタルトリップメーターや時計、燃料計、ハザードランプなどの機能を追加。盗難抑止効果の高いイモベライザーシステム、HISS も標準装備するなど、全体的にツーリングスポーツとしての機能を充実させた。これはツーリングで手首が痛くなる、燃料タンクが小さい、といった従来型に対するユーザーの不満の声に応えたもので、ある。 スタイリングは基本的に同一だが、リアカウル両側面の V290 度 DOHC ステッカーが廃止され、タンク上にあったファイアーストロムステッカーはホンダのウィングマークに改められ、フロントカウルサイドの VTR のロゴがファイアーストロムとなっている。また、ステッカーの材質が光沢のあるアルミ箔から樹脂に変更されている。そして、この方から、 前後のウインカーが小型化されている。エンジンは、ユーロ2などのハイガス規制に対応するため、エアインジェクションシステムを採用。新たに、シリンダーヘッド部に、エア導入のためのキャンバーが設けられた。これにより、輸出仕様のパワーは 110PS から 106PS となった。日本仕様は 93PS のままで同じとなっている。輸出仕様と日本仕様の差は、 スペックのほか装備が若干異なり、日本仕様には、新採用のものも含め、いくつかの専用装備が採用されている。ボディカラーは、日本仕様が、イタリアンレッドの一色のみ。輸出仕様は、イタリアンレッドに加え、パールフラッシュイエロー、ラピスブルーメタリックの三色となった。カラーバリエーション2002年使用欧州仕様の、カラーリングを変更。 紺色に近かったラピスブルーメタリックが明るい色調のキャンディタヒチアンブルーに変更された。日本仕様は継続販売で特に変更点はない。カラーバリエーション2003年仕様を収、日本仕様ともカラーリングを変更。パールフラッシュイエローが廃止され、代わりに艶消し塗装のマットガンパウダーメタリックが登場した。日本仕様はイタリアンレッドの代わりにキャンディタヒチアンブルーが 採用された。また、この年からエンジン左右のケースカバーがマグネシウム風のゴールド仕上げとなっている。欧州、日本仕様ともに、初言に変更はない。カラーバリエーション事実上の日本最終モデルとなる、限定車、スペシャルエディションが、ホンダモーターサイクルジャパンから登場。ボディカラーは輸出仕様と同様の艶消しブラックを採用、独特の色合いが特徴の、 あの大豆ドチタンサイレンサーを採用した森脇エンジニアリング製のフルエキゾーストシステムを装備しての発売だった。発売台数は限定100台、価格は100万円だった。2004年使用輸出専用車として生産、販売を継続。欧州使用車に変更はない。カラーバリエーション2005年使用最後のマイナーチェンジが行われた。フロントフォークのボトムケースのカラーが シルバーからクランクケース同様のマグネシウム風のものとなり、ブレーキおよびクラッチのマスターシリンダーがリザーバータンク一体型のものに変更され、若干のコストダウンが図られた。クラッチ、マスターのシリンダー系は従来通り。カラーリングはキャンディタヒチアンブルーがラインナップから廃止されている。カラーバリエーション2006年使用輸出専用車として生産、販売を継続。 欧州使用者に変更はない。カラーバリエーション2007年使用最終モデル。2005年モデルから内容、カラーバリエーションともに変更はない。ヨーロッパでハイガス規制、ユーロ3が実施されたことに伴い、規制に適合しない VTR 旋回は2008年モデルからカタログラインナップを落ちし、10年間にわたる生産を終了した。カラーバリエーションサコタヒデマサ。 ホンダ VTR 旋回、詳細解説とサーキット試乗、バイカーズステーション第114巻、遊風、社、1997年3月、P16 から27、雑誌07583から3、ありがとうございます。